8月15日火曜日、全国の天気をお伝えします。台風7号の影響で近畿地方や中国、四国地方、そして東海地方の一部地域で荒れた天気に警戒が必要となります。特に台風の進路に近い近畿地方ではこの後も雨風ともに強まり荒れた天気となりますので警戒が必要です。また台風から離れた関東地方や東北地方の太平洋側を中心に湿った空気が流れ込み雨雲が発達し強く降ったり、あとは雷を伴ったり同じような場所で断続的に雨が降り続ける恐れもありますので注意をしてください。またその他気温を見ていきますと日差しが乏しい割に気温は高めで熱中症対策が欠かせない一日となりそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。